皆さんこんにちは、ビューティフォームニューヨークのエミリーです。今回は今日本で放送されているドラマで、人は見た目が 100% という第1話で紹介していたウサギローメイクにチャレンジしたいと思います。とりあえず出来上がりはこんな感じになりました。と私がいつもするメイクとは違って、本当柔らかい印象で女性らしい印象を与えるものになりますね。それでは、参考になれば嬉しいです。はい、ではやっていきます。はい、ではメイクを始めていきます。まず使うのが日焼け止めですね。下地としている使ったものです。前回もお見せしたものと同じものになります。続いてはファンデーションを塗っていきます。本日使うのはこちらになります。こちらは、古いバージョンなんですけれども、ラメールのトリートメントフルイドファンデーション SPF15 のポルセリンという色です。そうしましたらコンシーラーに移ります。コンシーラーもいつもと同じラメールのミディアムですねを使っていきます。そうしましたら次はパウダーを上にはたいていきます。パウダーもいつもと同じラメールになります。ではファンデーション作りが終わったので、次はアイシャドウプライマーを目にまぶたに塗っていきます。使用するのがこちらです。もうすぐなくなってしまうので買い替えないといけませんね。次はそういえば買い置きでエルフのものがあるので、そちらを試そうと思ってます。そうしましたら次は眉毛を作っていこうと思うんですが、いつもとは違って、いつもはグレーと黒のアイブロウペンシルを使用しているんですが、今回はうさぎ顔メイクということで、とっても柔らかい印象を目指すので、今回は焦げ茶色を使っていきたいと思います。そして使用するのがとっても古いんですけど、本当はねあんまり古いものを使うべきではないんですけれど、こちらですね、ランコムのアイブロウキットになります。使うブラシがこちらですね、キャコットのアイブロウブラシになりますね。はい、眉毛を描き終わりました。では続いてはアイシャドウを塗っていきます。今回アイシャドウで使用するのがキプラの2種類を使っていきます。まずはこちらです。こちらはエルフのものでバースデーケーキという色番になります。プ
ラシは適当に家にあったものを使用していきます。例えばこのブラシは昔オーストラリアに留学していた時に買ったもので、もうだいぶ前の、ほんと15年ぐらい前のものになります。このアイシャドウをアイホール全体に塗っていきます。目の下にも少し塗って、そして少しだけ締め色にこちらのアイシャドウを使用します。こちらはウェット&ワイルドというもののドラッグストアブランドですね、のチーキーという色番になります。こちらのアイシャドウ両方とも2ドルぐらいで買えるので、そして隙も悪くないのでおすすめです。同じブラシで少し取りまして、目の際に塗っていこうと思います。黒目の下にも少し塗ってみます。はい、できました。そうしましたら少しだけこの内側にハイライトを塗りたいと思います。こちらを使用していきます。ロレアルのインファリブルアイスラテという色になります。使うブラシはこちらですね、家にあったもの、細いものを使います。そして次に眉毛の下に少しだけハイライトを入れていきます。あまりキラキラしたものを選ばずに、今回はマットにこちらですね、左下にある一番薄いクリームホワイトを塗っていきます。ちなみにこちらはタルトコスメティックのタルトレッドというパレットになります。アマゾニアンクレイマットパレットということです。手で塗っちゃいます。塗れたので、次はブレンディングブラシで境目をちょっとぼかしていこうと思います。ほんのり、ピンクがかった目になってきました。で次は、アイライナーを塗っていくんですが、いつもはリキッドアイライナーを使用しているんですが、今回は全く違って、今回は、クリームアイライナーで茶色を使用してみたいと思います。こちらはまたエルフなんですけれども、エルフのクリームアイライナーコーヒーという色番になります。で使用するブラシがこちらです。こちらはボビーブラウンのアイライナーブラシになります。
うさぎ顔メイクのアイライナーの引き方を見ていたところ、黒目の上の部分を少し太めに描いていたので、そうしてみます。はい、塗ってみました。そしたら目尻の下ですねの、3分の1ぐらいのところ、外側にモラインを引いていこうと思います。ちょっとだけ終わりはつなぎます。ではアイライナーが終わったので、次はマスカラを塗っていきます。マスカラで使用するのがいつも使用しているこちらです。タルトコスメティックスのタルテイストの黒のマスカラです。マスカラが塗れました。そうしましたら次はチークに移りたいと思います。うさぎ顔のメイクでもチークは多分重要なポイントだと思うんですが、今回使用するのはこちらにします。またエルフばっかりですか。割とこうやって見るとすごくピンクの色が激しいんですが、これだと方がポッと明るくなったようになるのでいいかと思って使ってみます。と、色はピンクパッションという色になります。使うブラシはこちらにします。こちらもエルフのもので、ウルティメイトブレンディングブラシになります。笑って高い位置、ここに中心に塗っていきたいと思います。こんな感じですかね。反対も塗ってみます。はい、塗りました。そうしましたら少しだけ頬の、高いところにハイライトを塗ります。今回使用するのはこちら、またエルフばっかりなんですけれど、エルフラディアンスエンハンサーのスポットライトという色番を使っていきます。ペンタイプの、ちょっとジェルみたいなものなんですが、はい、塗り終わりました。そうしましたら最終工程のリップスティックを塗っていきたいと思います。ではリップスティックで使用するのはこちらにします。イヴ・サンローランのルージュブロボルプテ、言えません、ちょっと言えてない、ルージュボルプテの29番を使用していきます。ちなみにこんなお色です。軽めにつけていきたいので、指でちょっとなじませます。
ったので少しだけリップグロスを塗ろうと思います。リップグロスで使用するのはこちらです。昔に買ったものなんですが、ゲランのキスキスグロス865番を塗ります。少しだけ指に取りまして、一番高い位置だけ塗ります。メイクできました。髪の毛下ろしたいと思います。できました。今回は髪型いつも前髪パッツンで下ろしているんですが、いつもより女性らしいメイクにチャレンジしたので、前髪は横に流して、こうカーブ、柔らかいカーブが出ると女性らしく見えるので、そうしてみました。どうでしょうか。私がいつもするメイクとは全く異なって、いつもはもっと派手な色を使ったりだとか、眉毛もきっちり黒とグレーで描いたりとかするので、本当今回のメイクは全く印象が異なるんですが、皆さんに参考になれば嬉しいです。いつも見てくださってありがとうございます。私はスタイルブログもバイリンガルで書いていますので、ぜひ興味がある方は見てみてください。それとこのビデオが気に入った方はぜひグッドボタンと、あとサブスクライブボタンお願いいたします。ではまた次回会いましょう。じゃあね、バイバイ。